こちらですね、エアピーク S1 という機体になっておりまして、半年前にですね、発売を開始しております。主にですね、映像制作、空撮用途としてリリースした商品になっておりまして、機体としてはですね、こういった形で特に特徴としてはですね、運動性能ですね、運動性能の高さおよびその安全性という意味でセンシング技術をですね、ふんだんなく機体の中に盛り込んだ形でですね、ドローンオペレーター皆様飛ばしていただけるというのが、大きな特徴として挙げられるのと、あとはですね、そのカメラですね、アルファですね、フルフレームのアルファを載せられる機体として最小のコンパクトな機体に仕上がっているというところで、いわゆるアルファユーザーの方々とかですね、この機体を使って陸撮からさらに空撮まで含めてできるっていうところを一つ特徴として、持っている機体になっています。産業向けという意味ですと、この機体自体はですね、映像制作向けで出したんですけれども、実際にその産業用途としてドローンをご活用されているユーザーの皆様からですね、なんとかエアピーク S1 をそういった産業分野で使えないかというようなお話もたくさん頂戴しておりますので、そういった方々にですね、答えるべく、じゃあこれをどのように変えれば、カスタマイズしていけばですね、産業分野でもご活用いただけるのかというようなお話をたくさん聞かせていただいたりとかですね、実際にその実証実験を実施することで、より具体的なその仕様の落とし込み等もですね、現在実施しているところでして、今後ですね、産業分野に関してこの機体、この機体以外の機体も含めてですね、検討していくという意味で今回ジャパンドローンのブースに出させていただいているというようなところもございます。